LJL2019 スプリングスプリットウィーク11、まもなく次の試合、戦国ゲーミング VS デトネーションフォーカスミーの試合が始まろうとしております。さあこちら注目としてはどころになるでしょうか。まあ、やはりデトネーションフォーカスミー1位突破決めているわけですが、唯一負けたチーム戦国ゲーミング相手ですから、まあ少しおかしな話がリベンジという形を狙っていると思います。はいはい、前回の対決ではデトネーションフォーカスミーサイドが少し受け身なピックをしてしまったことによって、そこを戦国ゲーミングのアグレッシブな動きに疲れてしまったという反省があると思いますから、かなり序盤から戦える構成にしていく可能性が高い。一方戦国ゲーミングも序盤から戦える可能性にしていく可能性が高いですから、かなり早い段階からゲーム内でやり合っていく、かなり血みどろな戦いになるんじゃないかなと僕は期待しているんですが、そういったところのドラフトは非常に楽しみですね。まさに戦国ってことですよね。まさにそうなるような感じがしますね。確かに先ほどのインタビューでも早く蹴りをつけるというよりも早く倒すという表現をしてみせましたから、切り読みになる可能性大いにあると思います。特にどこかに注目するとなると、個人的に思っているのが、はい、LJL の中でボットレーンから作る、ボットレーンを壊してゲームを破壊するというようなゲーム展開を作れるのがデトネーションフォーカスミー、そして戦国なんですね。特に戦国はスマイル選手を組み合わせることによって、それをできるようになったチームなので、ボットの勝負またここどちらができるのかできないか、ちょっと注目かなと思っています。なるほど。まあ、戦国ゲームはね、ユニフォーム新しくなってから一回も負けてないですからね。タカ選手の髪色が変わってからも負けてないですね。確かに負けてないですね。演技がいいことが続いておりますから、この後どうなるかというところでございます。さあそれでは戦国ゲーミング VS デトネーションフォーカスミーの試合、まもなくです。皆様こんばんは。 LJL2019 スプリングスプリットウィーク11ゲーム7、戦国ゲーミング VS デトネーションフォーカスミーの試合の模様をお送りいたします。実況のイエガーです。解説はリクルートさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ両チーム、このマッチアップはどちらが勝ち越すのか。デトネーションフォーカスミーとしては全チーム勝ち越しという大記録をかけての戦いになります。さあそれでは両チームのスターターを見ていきましょう。まずは戦国ゲーミングのスターターです。トップレイヤー、ジャングルスマイル、ミッドタカ、 AD キャリーオッテキ、サポートライナとなっております。続きましてデトネーションフォーカスミーのスターターです。トップエビ、ジャングルスティール、ミッドラムネ、 AD キャリーユタポン、サポートゲンとなっております。続いて両チームの注目選手です。戦国ゲーミングからお聞き、デトネーションフォーカスミーからユタポンです。まあ、この2人になるでしょうね。両チームともにボットレーンが非常に重要な、そして中おお気合入ってますね。気合入ってますね。会場からは大きな拍手。ともにボットレーンを中心としているチームの中で、もう本当にレーニングから集団戦、何から何まで AD キャリーの動きというのがもう目が離せないような、そういった状況になっていますよね。 DPM のところを見ても、さらにゴールドパーミニッツという数値もあるんですが、それもユタポン選手、オットキ選手ともに高いんですよね。そこから見てもやはりチームの中心となっているのは間違いないと思います。チャンピオンのピックを見るとですね、ユタポン選手以前のところではやはりエズリアルであったり、まあ、ルシアンのようなチャンピオンを使ってはいたんですが、今回からドレイブンも使えるということもあります。レーニングから仕掛けていく、そういったプレーもできるようになりました。オッテキ選手といえばやはりカリスタのプレーが印象的ですよね。そんな中でどちらがボットレーンの主導権を取れるのかというのは、もう本当にこの試合を決める上で重要になってくると思いますね。いやちょっとそのユタポン選手がドレイブンを使うようになった一つの要因が、ちょっとこの戦後ゲーミングがあるんじゃないかなと勝手に思ってるんですけれども、それはなぜ。いやなんかその戦後ゲーミングがしていたようなボットレーンから仕掛けていくという動き、あーなるほど、かなりそのデトネーションを感化されて、はい、してるんじゃないかなとま勝手な妄想ですけれども、いやそれほどまでにユタポン選手のそのドレイブンのパフォーマンスというのが凄まじいものありますからね。そうですね、先ほどの試合もほぼほぼもうユタポン選手一人でダメージを出していたような、そういった試合でしたからね。ただちょっと気になるのがですね、はい、
ユタボー選手その SNS 上でちょっと面白いツイートをしていたんですよね。そうですね、あのチャンピオン、あのチャンピオンの鳴き声をツイートされてましたから。鳴き声って言うんですかあれは。鳴き声は、ま、確かに確かに。それで前シーズンも同じようなツイートをしてピックをしていたということもありますから、ちょっと野草のピック期待したいですね。そうですね、まあ、名前が出ましたけども、さあその野草のピックが見られるかどうか。さあそれではブルーチームサイドデトネーションフォーカスにレッドチームサイドが戦国ゲーミングでの試合がスタートしております。サイド選択権はデトネーションフォーカスミーが所有しており、ブルーサイド選択しました。さあデトネーションフォーカスミーはカリスタ後期と、両チームともターゲットバンの繰り返しになってますね。タカ選手に安全なレーニングされたくないということで後期、そしておおドレイブン、いやー作らせないよボットレインからはと、そうなってますね。まあ、戦国ゲーミングとしてはもうユタポン選手にエズリアルピックさせたいでしょうからね。となるとルシアンまでバンしなければいけませんから、もうほぼ確定になってますね。おっとおっとあれあれデトネーションフォーカスミーがバンしましたね。んーマウスは選手が握ってるんですけどね。おルシアン開けましたか。さあ戦国ゲーミングがサードバン、サイラス、ルシアンが開きましたね。ただジェイスも空いているのでどちらかを選択することになります。戦国ゲーミングとしてはジェイスをピックすることによってトップレーンを安定させるということもできますからね。おっとどちらも取らない。おおブラッド、確かにエビ選手、ユタポン選手とスフレックスにもなりますし、ただジェイスを取られてしまうと対面に、まあ、特にトップレーンのところですよね、主導権を渡してしまうことになりますからね。さらにはセカンドピックでルシアンという選択もできますよ。そうなんですよね、しかもルシアンであればブラッドミアが対面に来たとしてもレーンで有利取れますから。さあ戦国ゲーミングはただ悩んでブラウム、おっとこれはルシアンブラウムにしますか。まあ、トップレーンもエビ選手のピックは見えているので先にルシアンブラウムの強力なコンビを抑えるという選択にしますかね。戦後ゲーミング、ただかなり時間を使っています。何か秘策があるんでしょうか。ただルシアンは取った方がいいと思いますけどね。カリスタもただユタポン選手が相手ということもありますからね、ちょっと相手の AD キャリーの選択が読めないということで隠しますか。いやただ出しましたね。そうですね、悩んだんですがここはルシアンブラムでんからということは変わらないようで戦後ゲーミング。さあただデトネーションフォーカスミーが見せているのはランブル、スティール選手いきますか。ランブルジャングル、いやこれスティール選手も選手がマウスを握ってるからねと感化されて言ってましたからね。まあとはいえここは変えてのラカンです。ブラムに対して有利が取れる、そうなってますね。さあそうなるとデトネーションフォーカスミーとしてもやはりこのボットレイは戦っていこうというピックになりそうですね。ベインありますがどうしますかね。確かに有利作れますよ。ただここで取らないと少しセカンドバンフェーズでということにもなりますが、うん、取りませんね。ここはノックターン。ただスマイル選手のプレースタイルを考えるとですよね、そのレベル3の段階からもうだいぶのプレッシャーがかけられるそういったプレイヤーの中でボットレーンラカンを選択した耐久力に乏しいチャンピオンですから、だいぶのプレッシャーをノックターンで防ぎ切るというのはちょっと難しいですよね。ノックターンレベル6からある程度覚えてからが強力なチャンピオンですからね。いやそしてスマイルの得意なチャンピオングラガス、このチャンピオンはレベル3、4、5アルティメット覚える前から仕掛けることのできるチャンピオンですね。こうなると今のところは戦国ゲーミングの方が主導権を持ってドラフトをしているようにも見えますね。ただちょっとまだ予想できないのがユタポン選手のピックが見えていないというのが怖いですね。さあ何をピックするんでしょうか。今から楽しみなんですけれども、戦国ゲーミングはヨリックトップ A の番です。となるとこれブラッドミーはトップじゃないと考えてますか。まあ、ボットレーンに位置するのであれば、まあ、レーニングで勝つことはできませんが、ただそのボットレーンのダイブに対してですよね、沼を使って時間を稼ぐこともできますし、まあ、悪くない選択肢だと思いますね。ノクターンのレベル6前までのタワーダイブのプレッシャーというものを一つ軽減することができますからね。そしてそこからレベル6からはもうブラッドミアとノクターン、そしてラカンもありますからね。バックラインの強力なエンゲージという要素を備えるという点でもこのバンはまあ理解ができるという点ですよね。その面を踏まえての戦国ゲーミングはこのブラッドミアは
トップではなくボットではないかと、そういったセカンドバンフェーズになっています。さあそしてリサンドラ、デトネーションフォーカスミーがツオーイ、そしてハイマーというバンを選択してきました。ハイマー、これはタカ選手の得意チャンピオンですね。なるほど。これさタリア先出しますか。タカはかなり、まあ、シンドラであれば大丈夫だと思いますね。タリアはやはりカウンターのチャンピオン、それこそシンドラであったりといったところのカウンターが多いので、ちょっと先に見せたくはないということですよね。さあそしてデトレーションフォーカスミーの気になる AD キャリーの選択、今見せているのはカイサです。そしてロックイン、おっと、そしてエコー、ほう、カウンターピックですね。シンドラに対して 1V1 有利が取れる。シンドラのマルクの本領は何といってもアルティメットで吸収もできますし、さらには 1-3-1 の展開になった時にエコーの方がよりサイドレーンのプレッシャー強力ですからね。さあこのラストピックを受けて戦国ゲーミングはトップレーンの選択、ブラッドミア相手にランブルです。ランブルとなるとガングプランクを使うよりは序盤からレーンのところでプレッシャーかけられると、トップレーンの安定を重視しましたね。さあ両チーム構成が出揃いました。さあデトネーションフォーカスミー、まあ、エコーピックという面白いピックも飛び出しましたけれども、そうですね、フォーカスミーとしては間違いなく 1-3-1 の構成を狙っていると思います。ノクターン、カイサ、ラカンとサイドレーンへプレッシャーをかけるというのも非常に強力ですし、なんといってもブラッドミアとエコーがサイドレーンに出てくるとちょっと対応しきれませんからね。一方で戦国ゲーミングとしてはそこを対応せずに5対5の集団戦を狙うという風な狙いになっていると思いますね。序盤はボットレーンのルシアン・ブラームの強力なところを使って組み立てていくと。怖いですね本当に。それが成功しなかった場合、なんといってもソロレーナー、ランブル、シンドラと全くスプリットプッシュできないチャンピオン2体を取ってますからね。ちょっと序盤の段階で試合を形作れないと戦国ゲーミングとしては苦しいということですね。そうなっていると思います。いつものようにボットレーンのダイブを仕掛けてオッテキ選手を動かしてスノーボールの展開を見せないと、先にタワーが折られてしまったらその時点でフォーカスミの 1-3-1 の展開がスタートしますから、それだけは何としても避けたいですよね。そうだと戦国ゲーミングはまず先に自分たちがタワーを獲得する、特にボットレーンですよね。そうですね、カイサ、ラカンとやはり序盤のプレッシャーには苦しいチャンピオンたちのコンビになってますから、ここは何としても勝ちたいですね。そのためにやはりスマイルの動き、序盤のジャングル、そうですね、スティール選手とスマイル選手の動きですね。まあいつもであれば戦国ゲーミングはジャングルを割るという選択を取ってボットレーンのダイヤモンドプレッシャーをかけますが、そこに対してフォーカスミーがスタート位置をどのように選択してくるのかというのが重要になってきますね。もうスタート位置の段階から仕掛け合いが起こってくるんじゃないかと。そうなっていると思いますね。さあそれではもう間もなくスタートです。さあ始まりました LJL2019 スプリングスプリットウィーク11ゲーム7、戦国ゲーミング VS デトネーションフォーカスミースタートです。ちょっとオッテキ選手のスタートアイテム意外でしたね。あっと、そしてこの先日も見せたスマイルのこのプレーワードでデトネーションフォーカスミー警戒してましたね。レベル1の動きですよね。グラガスが E のブリンクを使って裏に回り込むというようなプレーでしたが、そしてここに陣取ることによってノクターンがレッドサイドのブルーバフからスタートすると、そういったプレーを警戒してますね。ここで例えばスティール選手とボトルの2人、さらにはエコーも合わせてブルーバフに入ってこられたら、ちょっと戦国ゲーミングとしても対応するのが難しい中でジャングルを強制的に割られてしまうんですよね。ボットレーンサイドにスティール選手がずっと位置することになりますから、ルシアン・ブラムのレーンが活かせないということで、戦国ゲーミングはこの位置にまず陣取って相手が来ないことを見てから入っていきますね。さあ相手サイドのレッドバフから戦国ゲーミングはスタートです。対してのデトネーションフォーカスミスティールは自陣のブルーバフスタート。ここでさらにレイヤー選手もプレッシャーをかけて、こちらのレッドバフからスタートされないようにと、そしてブルーバフスタートも確認しましたから、これ見事な動きになってますね。どうしますかこれスティール、こうなるとやはりジャングルを縦に割るような展開になりますよね。まあ、強制的に割らされてしまうことになりますね。ノクターンですから、例えばこれがリーシンやシンジャオなどであれば、ここから強引にボットサイドにローテーションしていってグラガスにプレッシャーをかけるというプレーもできなくはないですが、
ただノクターンであれば、まあ、お互いにファームをしようというようなレーン展開になると思いますね。さあスティールはここからスカトルのコントロールです。トップサイドやはりジャングルを縦に割りそうな展開になってきています。まあ、ただデトネーションフォーカスミーとしてもスティールのレベル6を待つ安全に過ごすという点では悪くないと。そうなってると思いますね。ただそんな中でボットレーンが生き残ればの話ですか。やはりタワーダイブは警戒しなくてはいけませんね。そうですね。あとフォーカスミーのいい点としてはトップレーンサイドにスティール選手が位置することからエビ選手が安定したファームを行えるという点にかかっていると思いますね。そう、カルナル登場、ノックアップをゲンが入れてダメージトレードでも負けていません。デトネーションフォーカスミー食らいついていきます。おっと、そしてスティールがここで動いているぞ。トップレーンサイドレイヤー気づけるか。ここは一度クルーグを勝ってからにしますか。まあ、レイヤー選手としてもスティール選手がトップレーンにいるのを分かっているでしょうからね。さすがに強気なレーニングというのはしないでしょうし、ドランズシールドを選択していることからもブラッドミアにハラスの影響をもろに食らってしまうとスティール選手にこのようなジャングリング取られてしまうので強気にできないというところからですよね。さあ、そしてスティールはトップレーンサイドでリコールを選択しそうです。とやめましたよ、リコール。ラプターを狩らずにトップガンクですね。さあ、トップレイッタースティールレイヤー、ここで見つけたぞ。さあ、フリー、ここはフラッシュを落とさせます。このプレッシャーですね。これをかけていればボットレーンのスマイル選手がダイブを仕掛けたときにカウンターでランブルにダイブを仕掛けることができますから、ここ見事な圧力になりましたね。ウェーブはクリア成功してますね。デトネーションフォーカスミ、これではタワーダイブはできません。このタイミングでさらにゲン選手のラッカンがしっかりとダイブをしに来るであろうスマイル選手を予測してワードも受けているというのも大きいですね。本当ですね。完全デトネーションフォーカスミ先行ゲーミングの狙いというものを潰す動きができていると。さあ、そしてこのミッドレーンですが、ラムネがエコーを選択。このシンドラ相手に有利なピックということですけれども、具体的にはレベル何から。まあ、レベル6からですよね。そのやはり低レベル時は Q のレベルもまだ低い状態ですし、レンジ対メレーという差もありますから、まだ有利が取れない。アルティメット覚えてから、まあ、徐々にラムネが有利になっていくと。そうなっていくと思いますね。どうなんでしょうか、そのレーンに介入するということは考えないですか、両ジャングラー。スティール選手側から介入することはあると思いますが、ちょっとグラガスが介入してもやはりアルティメットで逃げられてしまいますから、その時間帯にエコーの影響力を消したいという意味合いでのガンクはあるかもしれませんね。そう、ボットレーンちょっとオッティングのヘルスが危ないぞ。ここがカレンダー登場から前に出ますが、スマイルがカバーしています。これ以上はいきません、デトネーションフォーカスミ。いや、そしてスティールもやってきてはいますが、ここは先行ゲーミングのワードにかかっている。いや、やはりボットレーンが中心になっていきますね、ボットレーン。この試合はそうなりますね。そしてやはりラカンを当てられたということもあって、ちょっと思うようにレーンの有利取り切れてないですね。さあ、ラカンはブラウムのカウンターとしてピックされています。さあ、そのピックを生かしてのデトネーションフォーカスミのレーニングです。ライナ選手の Q をうまくユトボン選手に当てることができればダメージを合わせることができると思いますが、今のところユタポン選手が綺麗にかわしているということのようですね。そうですね、 CS のところでもわずかですがユタポンが勝ってますか。あれだけ押し込められていた中で CS 勝っているというのは本当にすごいですね。さあ、ただトップレーンにスマイル狙いを変えたぞ。ボットレーンの警戒が凄まじいので、アルティメットレイヤー選手が覚えたタイミングでトップレーンガンク合わせしてみようという判断ですね。さあ、ワードはありません。エビ選手としてもこれは予想外でしょうから、さあ入ったボディスラム、下にはイコライザー、ただ沼間に合っている。さあ、エビ凄まじい反応です。いや、よく間に合いましたね。これでスマイル選手のフラッシュ、さらにはレイヤー選手のアルティメットが落ちましたから、次のタイミングでトップレーンにダイブデトネーションフォーカスミンが行うときにイコライザーのウェーブクリアがないというのが大きいですね。さあ、さらにはレベル6、ラムネが強気にいっています。ここはタカのスキルショットに阻まれます。他
からやはりアルティメットの安全性を生かしてラムネ選手が立て続けにダメージ交換のプレッシャーをかけることでタカ選手がちょっとミッドレーンのラインこの辺りのラインからもう前に出れなくなってますね。ちょっとここまで押され続けていく展開が続くとラムネのローブも気になってきますよね。そうなると思います。やはりスティール選手との連携力からですよね。トップレーンのダイブはもちろんのこと、ゲン選手もエンゲージができるようになりますからね。さあボットレイ、ユタポン、ゲンともにレベル5、オッテギライナもレベル5です。さあもう1レベル、レベル6になったアルティメットを覚えてからという展開も十分考えられます。ただ戦国ゲーミングとしてもルシアンがカトラスを積んだタイミング、ここが一つのパワースパイクですから、この時間帯を目安に仕掛けていってもいいと思いますけどね。ただスティールレベル6になりましたね。アルティメットを覚えました。パラノイアからの仕掛けも十分考えられるが、スティールが仕掛け取りに行ったタイミング、おっと Q はちょっとミスになっているが、ライナがフォーカスから危ないシーン。さあイグナイトですが、パラノイアで飛び込んでいってタワー下まで追っていくスティール、ファーストブラッド獲得は DFM。 先にスティール選手の動きを予測してライナー選手位置取り取ってたんですが、ゲン選手がそこを素早く察知してオールイン仕掛けましたね。ダメージを合わせファーストブラッド、少し味方と離れてしまったところをうまくパラノイア取りましたね。いやここよくワードを置いて反応しましたね。これ見つけていなければおそらくスティール選手にキューが入って逆にスティール選手がキルされていた可能性というのもありましたから、ここはうまく反応しましたね。さあそのままドレイクの獲得につながります。オーシャンドレイクです。ラムネ選手もウェーブクリアに Q を多用しますからマナがきついですし、エビ選手にしてもランブルのハラスを受けながらのレーニングになりますからね。このオーシャンドレイクかなり強力ですね。さあエビ対レイヤー、この時間帯はまだただレイヤーがプッシュの主導権握れていますと、ただスティールがトップサイドです。まだパラノイアはないですが、まあ、おそらくここでブルーバフの受け渡しをした後に、そうですね、トップサイドの視界のコントロールをした上でヘラルドを少し見てもいいのかなというふうな時間帯にもなってますよね。このヘラルドを使うことでタワーを先に折るという動きができると、やはり得意の 1-3-1 の形に向かう上では非常に有利な展開になりますからね。そしてちょっと戦国ゲーミングサイドとしては逆にスマイルがうまく DFM の動きによってちょっと仕掛けきれていないという動き続いてますね。そうですね、やはりライナー選手がブラウムということもありますかね。これがアリスターやスレッシュであればもっと仕掛けやすいと思うんですが、どうしてもブラウムの Q を当てる必要がある中で、カイサも E の移動速度上昇ありますし、ラカンに当てたとしてもブリンクが多数存在してますから、ちょっと仕掛けきれないという展開になってますよね。ここはスマイルはボットサイド、ただワードが置いてある、その先にもコントロールワード。いやーさらにはミッドレーンからラムネがプレッシャーをかけてこのコントロールワード破壊させません。リバの視界のコントロールを取ってサイドレーンに動く動きを見せるだけでちょっと仕掛けることができないですよね。ラムネ選手の圧がありますから。さあただスマイル面白い動きしてますよ。おごりから手前に寄せてユタパンボディーズラム、さあみんな俺に夢中からになる状況、ただユタパン上に逃げている、氷河のレッカーフラッシュアウト、さらにはケンのみんな俺に夢中からのディスエンゲージは見事に決まって、いや DFM このエンゲージをいなします。いやさらにはパラノイアからミッドレーンから寄ろうとしたタカに対してエンゲージを仕掛けていくのは DFM だ。タワー下になんとか逃げ延びています。タカマルクの本領を返していますがストップウォッチ、それを見てラムネがタワーダイブ、クロノブレイクで自信は生還。いやそれ生きるんですかこのボット、いやおかしいでしょ。ユタポン選手とゲン選手、今のスマイル選手のおごりで引き寄せられてからの CC チェーン完璧でしたからね。でも絶対に生きるドレだと思ったシーンでしたが、よく生き延びましたね。ただタワープレートの獲得にはつながりましたよ戦国ゲーミング。ただこの状況でミッドレーンのラムネ選手にキルが入ったことと、エビ選手がフリーでタワーを殴れてこちらもタワープレート折れているので、この交換はフォーカスミン有利ですね。いやスマイル選手のこの仕掛けパーフェクトですからね。やはりそうですか、ライナ選手の Q が当たっていればというシーンでしたかね。いやただそれでもそれ全て避けてますから、これはもうフォーカスミンの方がうまかったと言わざるを得ないでしょう。そしてそこに寄ろうとしたタカ選手に対して E のフリーこそ切ったものの、その後のラムネ選手の仕掛け、ここもマルクの本流ストップウォッチで吸収してますし、やはりエコーがカウンターとして
っかりと機能するようなそういった時間帯になってきましたね。一連の動き綺麗すぎましたね。ビーム、そしてヘラルド獲得をしています。そしてそのままトップレーンへ召喚。さあウェーブはタワーへと到達します。ヘラルドのタックルも入ります。さあスマイルもカバーに来てはいますが、エビにゴールドが集まる。さらにはこのタワーの獲得、さあ重要とされていたファーストタワーの獲得はデトネーションフォーカスミンになりました。これでトップレーンのタワーが折れるというのは本当に意外でしたね。エビ選手かなり序盤辛いレーニングだっただけに、やはりここでテレポートを使わせてそこからのヘラルドでしっかりと取っていった。そしてこの後ですね、テレポートがエビ選手上がりますから、レイヤ選手とエビ選手このままトップレーンで見合った時に、次のドラゴンのタイミングでエビ選手の方がよりドラゴンにプレッシャーをかけられます。なのでレイヤ選手としても先にボットレーンサイトによることでそれを阻害しようとはしていますが、フォーカスミとしては見合っているだけでトップレーンがプッシュできるので、この駆け引きはフォーカスミ有利に動きそうですね。さらにはちょっとそのテレポートのプレッシャーということもあってボットレーンもプレッシャーかかっていきますよね。今でこそまだバックラインにテレポートする TP はないですが、ここからフォーカスミがレーンをプッシュし返してボットレーンのプッシュに1つ2つとワードが刺せると、いやそれだけでも大月選手とライナー選手下がるしかないですからね。そのためにはその動きを警戒するためにはワードを置かせないような動きが求められそうですね。そうなってますね。なのでこのレーンをプッシュした状況を維持したいんですが、ラムネ選手とプレッシャーでちょっと継続できないですかね。いやただスマイルはドラゴンピット内、これは先に触りますか。テレポートを使わせる動きですね。もう先に触ってレーンプッシュされる前にという判断ですが、さあただかなり早い。どうする？デトレーションフォーカスミテレポートを使わず渡します。ドレイク、ここはテレポートを使わずに渡してトップレーンのインナータワーに対してプレッシャーをかける。さらにはそこでエビ選手のファームを加速させて、やはり自分たちのコアアイテムがまだ揃っているような時間帯ではないですから、無理に戦わずに時間を伸ばすという判断にしましたね。レイ歩いて寄ってましたからね、戦後ゲーミングは。これで逆にレイヤー選手としてはこの強い時間帯を少しスキップされるような、そういった、いやー怖い、だから気づいた、ただ気づきました。コントロールワードを置いて気づきました。おっと、そしてオーティが強気に前に入っていく。ラムネにスタンは入っていますが、アルティメットがまだあります。ラムネ、いやしかしこの一連の動きで戦国ゲーミングはミッドレーンのアウタータワー大きく削られます。ラムネ選手のプレッシャーが本当にここに来て効いてきますよね。このピックが、さあカリナル道場みんな俺に夢中、仕掛けていった。ただこれはギリギリダメージされていません。ただパラノイア入っていってライナー打ち取る。さあスマイルはただおごりで壁に打ち付けて、オッティが2丁走者でうまく絡め取った。1-1トレードにします。ただこれによってボットレーンのタワーを失うことになりましたね。ミッドレーンをなんとか削ろうとはしているんですが、やはりシンドラということもありますし、早めに引いておかないとエビ選手ラムネ選手に後ろから挟まれてしまいますからね。いやさらにこれボットレーンのアウタータワー、トップレーンのアウタータワーと割れましたから 1-3-1 のプレッシャーも強まっていきますよね。いやそしてエビがミッドレーン得意な動き、受血の渦、タワー下、タワーダイブ、タワーのアグロ、エビが持ちながら前からはラムネが入ってくる。さあそして沼でアグロを切りながらエビはなんとか生き延びています。いやーやはりここで攻撃がバーンされているということでシンドロを出しましたが、ブリンクがないというのが響いてますね。さあリプレイです。ここのところでゲン選手あの急なエンゲージ、そしてテレポートを使ってしっかりとタワーのアグロを渡しながらのスティール選手をなんとかここで一時トレードに持っていくことはできましたが、ただやはりタワーを失ったという点で戦国ゲーミング苦しい展開続いてますね。さあ現在試合時間は16分後少し過ぎたあたりです。グローバルゴールドは3000ゴールドデトネーションフォーカスに有利。さらにはバウンティーで言うとラムネユタポに450ゴールド。いやキャリーが育ってますね、デトネーションフォーカスミー。もうストームレイザー、そしてグインソーに行くためのピッケルと、そしてダガー2本ということで、おそらくもう9と E の進化できているでしょうから、いやこれ相当ユタポン選手としても動きやすいでしょうね。
あ、そしてもうデトネーションを動かずに始めてますね。ボットレーンにラムネ、そしてトップレーンにエビ、131の形です。ちょっと戦後ゲーミングはこの131の動きにどのように対応していくのが良さそうですか。いやもうそれに付き合っているとやはりそこからのワンブヤのプレッシャーが高いですから集団戦するしかないんですが、ラムネを寄せてますね。ここも集団戦をさせません。さらにはエビがトップレーンから先に動けている。オッティグをなんとか寄せたい戦後ゲーミング、ただかなり遠回りになっています。さあタワーへミニオンが到達、ただエビの位置にレイヤーが気づきました。さあエビがレイヤーとの 1v1 仕掛けていっていますが、スマイルタカがなんとかカバーして、さあここで一度ウェーブをリセットします。ただそれであればもうフォーカスミーとしてはまた131の展開をした上でウェーブの主導権を取って、相手が処理しに来たところでラムネ選手とウェビ選手がもう一度ミッドレーンに合流してきてダイブのプレッシャーをかけると、それだけでミッドレーンのタワーがどんどん削れていきますからね。そのためにこの動きを回避するために戦後ゲーミングはどこかで当たらないといけないわけですよね。そうですね、ウェーブをプッシュされるこの段階で、まあ、1人をキャッチするでもいいですし、ミッドレーンのところを3対3強制的に起こすという選択でもいいので、何かアクションを起こさなければいけませんが、ただここはまず戦後ゲーミングリコールです。アイテムを整えて集団戦の準備というところを整えてますね。さあトップレーンではエビ対レイヤー、ただこうもうこうなってくるとエビが有利を取っています。さあミッドレーンのアウタータワーはまだなんとかありますが、しかし1対1の形が続くと苦しくなってきます。戦後ゲーミング、戦国ゲーミングとしてはもうシンドラがサイドレーンに出れないので、オッテキ選手を強引にサイドレーンに出すことで 1v1 なんとか耐えさせようというような動きになってますね。いや耐えられるんですか、エコー相手になりますけど、まあ、ルシアン一応ブリンクがありますし、 ブラウムが近くにいれば CC チェーンというところがつなげやすくはなりますから、エコーとしても無理に行くことはできないですよね。少しそのブラウムの位置を隠しながらというような対応になるんですね。戦後ゲーミングはそうなっていると思いますね。スマイル選手も常にカバーができる位置というのを整えてますし、この状況であれば悪くはないですが、さあただそれに対応してデトネーションフォーカスミもゲン、そしてスティールの位置を隠しながら131を継続していきます。だそうなんですね、フォーカスミとしてはミッドレーンに固執することはなく、カイサとラカンも機動力非常に高いですから、そこからサイドレーンに流れるという動きもできるので、それだけを警戒しているとレイヤー選手を狙い撃ちされる危険性もありますからね。いやさらにはこれリバーのコントロール、視界のコントロール完全に取れているのでフリードレイクです。オーシャンドレイク獲得に成功は DFM。 まだ上がってはいませんが、ラムネ選手もテレポートの選択ということで、サイドレーンのコントロールはより取りやすい、そういったサマナースプレーの選択にもなってますから、いや戦国ゲーミングどこかで仕掛けたいんですが、いやおごり、これはうまく合いません。イメージ通りにはいかなかったか。そしてミッドレーンのアウタータワー、その間にデトネーションフォーカスミー獲得に成功です。いやこれによって先ほど言っていたカイサ、ラカン、このミッドレーンにいる2人、そしてノクターの3人がサイドレーンに出るという動きがより強力なものになります。いやここでやはりもう視界のコントロールを先に取ってバロン周りでプレッシャーをかけてローテーションされる前にというような選択を戦後ゲーミング取りましたね。さあスマイル行くしかないか、行ったイコライザー、ただユタポンスーパーチャージ、ボディスラムをスティールに当てていますがフリーが入っているのでスマイル、バック TP、 さあどうする、おっとバック TP からスティールがレイヤーに対してパラノイア、ただレイヤーがこのスティールを打ち取っている 1v1 では勝利していますが、バック TP からのデトネーションフォーカスミのエンゲージ、おっと次に届いた、エビが1キル返して1-1トレード、いやただスマイルは硬いですが、ただ最後はラムネが届きます。さらにはエビライナを打ち取って3キル3-1トレード、デトネーションフォーカスミ、やはりバックラインから入ってくるエビ選手、おっとバリアを使いますがラムネが届いた、4キル、もうバックラインから入ってくるエビ選手、そしてラムネ選手ちょっとどうにもなりませんでしたね。スマイル選手としても先ほどミッドレーンでおごりを使いましたから、ディスエンゲージの手段というのも欠けてましたからね。そんな中でもレイヤー選手が 1v1 でスティール選手を取り、なおかつスマイル選手も萌え選手に
ウラシンからのボディースラムで届きそうな、そういった集団戦の状況であった中でまたしてもアルティメットでかわしたんですよね。ここでもうすでに2人バックラインに飛んできてますし、ここでレア選手 1V1 勝ちますが、やはり氷河の劣行で守りきるにはラカン、ブラッドミア、そしてエコーという点で難しかった。そしてここのタカ選手のバーストをまたしても板場選手が避けていると。本当にこのフォーカスミーというチーム集団戦がうまいですね。さあこれで 4-1 トレード、ミッドレーンのインナータワーの獲得にまでデトネーションフォーカスに成功しています。ドクターのガンディアエンジェルももう完成してますし、ユタポン選手もサッシュ購入ということで、この時間帯で本当にもうフォーカスミとしては決め切ろうというような判断になってますね。さあもうバロンです。ただコントロールワードを受けています戦後ゲーミング。バロンピット内に一つ、いったボディスラム、ゲンを捕まえたがバトルダンスからの彼らの登場届きません。さあただゲンはヘルスがないので一度リコールです。さあこのタイミングエビが待っている、よし、かけるのか、受血の図ツーマンヒット、ただここはタカのディセンゲージうまく決めています。さあ受血の図の追撃は入ってはいますが、デトネーションフォーカスミーはどうするか。でもさすがに一旦やめそうですね。ただトップレーンをラムネがプッシュできています。エビ選手のアルティメットもないですし、ちょっとここは様子を見たいということでウェーブのプッシュに戻りましたね。ただこの一連の動きでトップレーンサイドの視界は完全にデトネーションフォーカスミー取りましたね。さらにはスマイル選手のヘルスがないので触れると、そういった判断になりましたが、ただこれワードが一つバロンの前に置けているので気づいています。さあここでコントロールワードを置いてさらに確認。さあただ裏からラムネダブルスタン決めた。さあスティールはどうする、バックラインへ飛び込んでスマイルが落ちた、いやさらにはラムネがやりたい放題だ。さあタカにもこれは届くぞ。このタカを打ち取ってラムネアンストッパブル、4キル獲得です。デトネーションフォーカスミー、レイヤー選手ももう無理だと判断してテレポート諦めましたね。いやここでトップレーン立て続けにもプッシュしていたラムネ選手が視界の有利を生かしてバックラインからのダブルの AOE スタント、ちょっと何もできませんでしたね。バロン獲得です。そしてエビはタワーのダメージを自ら受けながらインナータワー獲得です。ここからもうバックラインから入ってくるラムネ選手、視界が全くないので誰もちょっと対応ができなかった。そこを見事についてでも破壊しきりましたね。いやシンドラももうここまで張り付かれてはどうしようもないですからね。さあラムネのエコーが効いてますね。5キルノーエット5アシスト、いやーちょっと新たな警戒対象が増えてしまいそうですよ。いや本当ですね、もうリッチベンまで完成してますから、オッテギ選手ちょっと触られるとすぐさま消える可能性ありますが、さあスティール、オーシャンドレイク、バロン獲得でこのドレイクも取れそうです。オーシャンドレイク、これ3オーシャンになりますね。これエビ選手もう絶対溶かせないですよこれ。いや見る見るうちに体力そしてマナが回復していきます。エビ選手元からサスティンありますし、オーシャンドレイクの回復を受ければちょっと誰も溶かしきれないのでは。さあちょっと戦後ゲーミング非常に苦しい状況です。ただ構えて視界を取りに来ること、心を捕まえようという動きですが、ここはブルートリンケット、いやキラーボイド行ったぞ、ライナーに対して仕掛けていく、パラノイア合わせてライナーが狙われる。さあフラッシュアウトですがブリンクアウトも成功して、なんとかなんとかディセンゲージです。いやただその間にもエビはボットレーンを一人でにプッシュしています。やっぱキャッチのプレッシャーもかけられないですね。もう戦後ゲーミングとしてはこの育った2人1000ゴールドずつついているので賞金獲得したいんですが、キャッチのプレッシャーをかけようとしても逆にかけられてますね。さあエビがボットレーンインヒビタータワー獲得に成功。いや横からブラッドミアとエコのプレッシャーが、さあ挟まれているラムネはもうトップのインヒビターを手中に収めています。さあただこのラムネを狙いに行くか天候ゲーミング、いやただこれもおとりになるような動きです。ボットレーンのインヒビターがこれで取れると、
獲得です。さあツインヒタダウン、ここで前に出たオッティキ、2丁走者のダメージはいい形で入っていますが、キルまでは繋がりません。さあさらには今度はエビに狙いを変えて、いやただとんでもない回復量だエビ。さあさらには割れたタイミング、ここでエンゲージを仕掛けていく。デトネーションフォーカスに中継スノーズからエビ入っていく。ゲンのエンゲージ回っている、エビのランページ。さあさらにはラムネをバーストアーステライナー、こうなればヨタバンもダメージを出せる。3キル獲得がデトネーションフォーカスに、さらにはラムネ、オーティギはもう完全にゾーニングしています。さあ魔力の本流を打ってオーティギ1キル返そうとしますが、ユタポンが後ろからやってきた。エース獲得はデトネーションフォーカスミー。この集団戦でもノーデッドですか。さあそのままネクサスを破壊して勝利したのはデトネーションフォーカスミーとなりました。いやゲン選手のインタビュー通りの結果になりましたね。簡単に勝つとその宣言通り、相手に2キルしか渡さず、ターンも1つだけ渡す、ドリックも1つのみでしたし、エビ選手も完勝というようなアクションをしてましたね。いや強いですね。27分53秒、そしてゴールド差1万5000ゴールドつけての勝利。さらにはラムネ選手がこの試合本当に凄まじかったですね。ミッドレーンでワンブレーンのところ、まあ、序盤でにくつらいもののレベル6以降から立て続けにサイドレーンへのガンクのプレッシャーをかけて自分の姿を隠す、その後ボットレーン引かせてそこについてきたタカ選手をキャッチしに行くという完璧な判断でしたね。そのラムネの働きもあって本当に戦国ゲーミング対策という完璧でしたね。デトネーションフォーカスミ、そうですね、ボットレーン重視で来る、まあ、序盤のところは少しスマイル選手のプレッシャーを受けましたが、ユタポン選手も完璧に倒してて CS を取り切って CS の差も勝ってましたからね。ラカンであればレーンでヘルスの有利が取れるのでそれも生かしきってましたし、ここもスティール選手見事でしたね。ここでスマイル選手の完璧なエンゲージ入るんですが、やはりこの2人の生存能力というのはおかしいですね。フォーカスミ KDA がまあ、本当に高いんですが、このボットレーン2人が特に高くてですね、デスの数字が、ま、全くと言っていいと現れないんですよね。そしてそこに寄ろうとしてきたタカ選手にスティール選手とラムネ選手がプレッシャーをかけていく、プラン通りの展開ですよね。そしてゲンのエンゲージも終始光りましたね。ここもタワーダイブ、まあ、意表をつくようなエンゲージ、1キル同士の交換にはなったものの、これによってタワーも取れました。さらにはここの集団戦でももう相手を引き込んでのバック TP から崩していくと、もう終始フォーカスミのペースでしたよね。やはりファーストでタワーを取って以降のサイドレーンのプッシュからバックラインを取っていくようなフォーカスミが得意な集団戦の形だと、本当にこのゲームもユタポン選手の生存能力が、いや異常ですね。スキルが当たらないんですよ彼には、なぜか全くと言っていいほど当たらない。もうスキルの方から受けていってますね。ユダポンをスキルが下げてるんですね。これも覇気なんですかね。なるほど、覇気が大事ですからね。いやそして最後の集団戦です。ここはもうサイドレーンからエビ選手とラムネ選手が常にプレッシャーかけてましたからね。戦国ゲーミングとしても前から後ろからプレッシャーをかけられるので、ちょっとダメージを出す隙間がなかったと、なすすべもなく倒されてしまいましたね。いやただ前回のところではですね、そのエズリアルガリオというレーニング苦しいマッチアップで、まあ文字通り壊されてしまったわけですが、今回もちょっとカイサラ感と、まあ、そんなにレーン強いマッチアップではない中で返していったということですよね。もうシーズンを通してユタポン選手、ゲン選手、これだけ強い中でも成長が止まらないですね。いや戦後ゲーミングとしてもこのドレイブンというピックをバンしていることから分かりますけれども、やはりボットレーンから作っていこう、その狙いからのルシアン・ブラウム、ドラフトの段階では戦後ゲーミングも仕掛けていけそうだなと思ったんですけれども、デトネーションフォーカスミーが前回の反省を踏まえてですよね。そうなってますね。やはりブラウムのピックですかね。
ライナ選手の得意なエンゲージができるチャンピオンではないですから、もちろんルシアン・ブラムというレーニング強いコンビではあるものの、やはりアリスターなどの方が良かったのかなというふうにもこう感じてしまいますよね。少しエンゲージの要素をもう少し強めたようなピックであれば、もう少しレーンのところから仕掛けられていったんではないかということですけれども、いやただそれにしてもデトネーションを動かすみのさばきがすごかったですよ。そうですね、いや本当にイトボ選手とゲン選手見事でした。さあそれでは勝利したデトネーションフォーカスミーからウィーク MVP 優勝者の皆様に決めていただきたいと思います。ツイッターにてハッシュタグの後に選手名をつけてツイートして投票してください。投票受付時間はこれより3分間です。皆様からの投票結果と私たちキャスターチームからの投票結果をもとに週間の MVP を決めさせていただきます。ウィーク MVP は各レーンごとの MVP5 名選出、そしてその中からウィーク MVP1 名を選出いたします。ウィークイレブンの MVP の発表につきましては日程の関係上後日ツイッターにて発表させていただきます。いやこの試合はちょっと僕としてはラムネかなと。まあそうですよね、ミッドレーンの主導権完璧に取り切った上でボットレーンのタワーの破壊にもつながりましたし、まあ、あとはエビ選手ですかね、集団戦で安定的なパフォーマンスも見せて、なおかつトップレーンのタワーを先に割ったというのも大きかったですよね。ボットレーンのアクションに対してテレポート返さずにというようなシーンも、まあ、見事な判断力でしたから、まあ、剣のエンゲージも見逃せないですし、ユタボン の, その生存能力の高さ、さらにはスティールのパラノイアからのエンゲージも見事だったんですけれども、やはりフォーカスミーは全てが連動してますからね、はい、そうです、本当に綺麗にはまっているというようなチームになってますね。これはプレーオフも楽しみですね。そうですね、さあさあそれでは勝利したデトネーションフォーカスミーのラムネ選手へのインタビューがございます。武田さんお願いいたします。はい、デトネーションフォーカスミーよりラムネ選手に来ていただきました。いや冒頭ね上げてくれてる方もいらっしゃいますが、さあ全てのチームにただいまの勝利で勝ち越しということでいかがですか。いや嬉しいですね、はい、ありがとうございます。 BO1 になってからね1敗しかしてないでシーズンを終えたという、これもすごいですよね。そうですね、まあFM なんで、はい、なるほど、それはそうだろうってことですね。はい、ありがとうございます。じゃあ FM なんでということをいただきましたが、今シーズンから FM として戦ってきましたがどうでしたか。ワンシーズンまだ1試合残っていますが、あまあ結構 FM 入って勉強できる部分がたくさんあって、自分にとってはすごくいいチョイスだったなって思いました。はい、あやさん、ではもう1試合のファイナルを期待しています。では今日のエコーのプレー非常に生き生きしていて素晴らしかったなと思いましたが、自分ではどうでしたか。まあそうですね、正直練習では1回も触ってなかったんですけど、シンドラに僕がエコーが得意ってことなので出させてくれました。和田さんが、待って、FM 練習してないのに出してそれがうまくいっているパターン多すぎませんか、ちょっと。そうですね、やっぱみんな知識あるんで、はい、てか練習やってるんですか。武田さん、それはね、やってます。やってますよね、それはそうですよね、それはそうですよね。わかりました、これもきっと FM なんでということで済むんでしょう、おそらくは。わかりました、ではこれも聞いておきたいと思います。ファイナルは残っていますけれども、セロス選手を交代しながらのミッドでこう活躍、まあ選手として出る、なかなかない、他の選手でもない経験ですし、ラムネ選手でも初めてだと思いますが、どうでしたか。そうですね、まあ、正直こんなに早く出れるとは自分の中では思ってなかったんですけど、まあ、でも結構そのチャンスをくれてチームのみんながなんすごくありがたいですね、はい、いい経験になったシーズンになったと、ありがとうございます。はい、さあそれではファイナルに向けて意気込みの方カメラに向かってよろしくお願いします。ファイナル必ず勝つので応援よろしくお願いします。はい、皆様よろしくお願いします。デトネーションフォーカスミよりラムネ選手に来ていただきました。さあそれでは次の試合までインターバルです。